皆さんは外野ゴロというのをご存知でしょうか。外野に抜けたワンバウンド以上した打球は大体セーフになるのですが、場合によっては刺されてしまうこともあるんです。今回はチャンスの場面でヒットを打ったものの、好守備でアウトにされてしまった珍しいプレーをご紹介します。2018年5月18日、甲子園球場で行われた阪神対巨人の試合。スコア9対1で巨人が絶体絶命のピンチのまま迎えた9回、巨人の攻撃でした。この回ワンアウトの時点でランナー満塁と、最後の反撃のチャンスを迎えた状況で打者は長野久義。高めの球に手を出し何とか当てたものの、打球は高く上がり、レフトが捕球したかと思えば返球動作でまさかの落球。ただの投げミスかと思いきや、これがなんと外野ゴロ扱いとなったため、タッチアップだと思って走った三塁走者だけが生還し、刺されまいと進塁していなかった一二塁走者は状況がわからないまま球を回されアウト。ワンアウト大チャンスの場面から一気に試合終了となってしまいました。エラーを喜ぶ阪神と敵チームのキャッチをアピールする巨人という謎の状況が生まれ、結果的に自分の打球で試合が終わってしまったという長野にとって最悪な結末となりました。2015年5月22日、名古屋ドームで行われた巨人対中日の一戦。2対2の同点のまま迎えた7回ワンアウト。この時打席に立ったのは中日の谷繁元信選手兼任監督。谷繁の打球は1、2塁間を破り、ライトへ勢いよく飛んでいったところ、ここで巨人屈指の強肩、ライトの橋本至は捕球すると、1塁のアンダーソンにめがけて送球し、これをアウトにしてみせる好プレー。なかなかお目にかかることができないライトゴロが完成し、名古屋ドームのライトスタンドからため息が漏れました。以前巨人ではライトの長野久義が一塁のロペスとのコンビでライトゴロを何度も演出していたそうで、2人はよく話し合い、行ける時があればやろうと確認していました。特にバッターが投手の時などは浅く守ることが多いため、成功しやすく、データや傾向なども頭に入れてプレー。橋本もそれに倣っていつでも対応できるように備えていたそうです。2022年4月22日の北海道日本ハム対福岡ソフトバンクの公式戦。試合は9対2で日本ハムが大量リードのまま迎えた5回のソフトバンクの攻撃。ワンアウトランナー1塁の場面で、ソフトバンクのイケメン外国人枠グラシアルが伊藤の球をセンターに高く上げました。セカンドかセンター、どちらが取るか微妙な落下地点でしたが、センターの近藤健介が走り込み、なんとか間に合うもこれを落としてしまいます。しかしすかさず二塁に送球。カバーに入ったショート上野が難しいハーフバウンドもうまくキャッチし、アウトに仕留めました。本来ならセンター前であれば二塁に進めますが、打ち上げてしまったためランナーのスタートが遅れ、取っても取らなくてもアウトになるという地獄を与えてしまったグラシアルでした。ニューヨークヤンキースなどのメジャーリーグを経て2014年に来日。2022年現在は巨人で活躍しているセラス・ウィーラー選手。日本に移籍後の楽天時代に NPB の洗礼を受けました。とある楽天対西武戦、試合は5対4で楽天リードのまま迎えた8回、ツーアウトランナー1、2塁と追加点のチャンスでパワーヒッターであるウィーラーが打席に立ち、ファンも大きな一発を期待して盛り上がっていました。そしてウィーラーは2球目を狙ったようにヒットにさせ、ライト方向に流し打ち。しかしライトが勢いよく前に走り込み、すかさず一塁へ送球。足の速くないウィーラーは余裕でアウトになってしまい、リードを広げることはできませんでした。2012年に2年で5億円という大型契約を組み、中日から移籍してきたドミニカ共和国出身のトニー・ブランコ。ちなみに息子のトニー・ブランコ・ジュニアもプロ野球選手として活躍しています。ブランコ移籍後のとある巨人戦でした。1対1の同点で迎えた3回、ツーアウトランナー二塁の一打勝ち越しのチャンスで、ブランコの打球はライト線寄りに飛んでいきました。通常あの位置ならセーフになりそうですが、そこはさすが巨人の外野といったところでしょうか。ホームではなく一塁に投げる的確な判断でブランコを見事アウトに仕留めました。ブランコの走塁も甘かったようにも見えるので、油断せず全力で走るべきだったと言えます。ブランコがセーフであれば1点勝ち越しの場面、プロ野球のレベルの高さが見えたシーンでした。2017年8月9日、神宮球場で行われたヤクルト対 DeNA 戦。ヤクルトにドラフト3位で入団した当時18歳の梅野雄吾投手がプロの洗礼を浴びました。この日プロ初登板初先発の梅野でしたが、1イニングで5四球2暴投という乱調で3回5失点でマウンドを降りました。
そして打撃の方はというと、梅野はプロ初打席となった2回の第1打席で、2アウト1、2塁からライト前に運んだものの、あらかじめ浅めに守っていたライトの梶谷が1塁へ素早い送球。プロ初打席初安打かと思われた打席は珍しいライトゴロに終わってしまいました。結果、梅野の投球内容は3回で73球を投げ、打者17人に対して3安打5失点、6四球を与え、奪った三振は2つ。球団では1964年の半沢志郎以来となる、高校で新人のデビュー戦白星はならず、思い切り投げることができたが、2回からは少し力が入りすぎてしまったと悔しがった梅野でした。2022年3月20日の西武対ヤクルトのオープン戦、1対1の同点で迎えた7回表、ワンアウトランナー2塁の場面で、ヤクルトホセオスナの下から勝ち上げるアッパースイングはライト前に鋭い当たりの打球となりました。しかしライトを守っていた西武アイトが待ってましたとばかりにこの打球を素早く処理し、オスナは全力疾走しスライディングもしましたが間に合わずアウト。記録はしっかりライトゴロとなりました。ライトゴロの準備をしている外野手に対してセーフを勝ち取るのは相当足が速くないと厳しそうですね。2013年5月15日、千葉ロッテ対巨人の2回戦。0対0の2回、2アウト満塁の場面で巨人の沢村博一の投球をロッテの投手、グライシンガーの強烈な当たりが1、2塁間を破りました。それに対し前進守備を敷いていたライトの長野は猛チャージ。捕球すると内野手のような小さなモーションで、あえて1塁へワンバウンド送球。巨人では1988年、ロメイシ以来25年ぶりのライトゴロを完成させ、先制点を阻止。チャンスがあればと思っていた。投手の時には前に守るので、狙ってワンバウンドを投げました。たまたまですよと長野はコメント。グライシンガーのバッティングにより一瞬大盛り上がりだったロッテファンがいるレフトスタンドはその後、真空になったかのように静まり返ってしまいました。2014年4月9日の西武対ソフトバンク戦。試合は2回、ノーアウト1、2塁とソフトバンクのチャンスで、打席には前日の試合で9回2アウトから逆転打を放っていた厚尾、松田信弘。外側の球に手を出した松田の当たりはショートの上をわずかに超えるセンターへの当たり。二塁走者井出穂は打球を見て一旦戻りかけてから三塁へスタート。この動きを見たセンター、秋山翔吾は躊躇せず三塁へ送球し、アウトにしました。そのため打者松田の記録はセンターゴロという珍しい形になりました。この時の実況席では二塁走者の井出穂について、井出穂は打球判断ができていない、難しいですけどねと辛口コメント。うまくいけばノーアウト満塁と考えるともったいない場面でした。2021年8月18日 ZOZO マリンスタジアムの西武対千葉ロッテ戦。試合は3対5で千葉ロッテリードの8回、昨シーズンオフに来日した助っ人外国人アデイニー・エチェバリアが西武水上の球をライト方向へ弾き返しました。この時ライトには強肩のアイトが守っており、今回も臆することなく猛チャージ。昨年まで MLB にいたエチェバリアの全力疾走でもアイトの守備にはかないませんでした。アイト曰く、常にイメージをしています。落ち着いてプレーすることができてよかったですし、年下の水上が投げている中で一つアウトを取れたのがよかったですとコメント。打ってから一塁送球までなんと 4.46 秒という超早技。これにはエチェバリアも苦笑いするしかなかったようです。2019年9月5日、横浜スタジアムでの DeNA 対阪神戦で、阪神の投手、青柳晃洋がライトゴロに倒れました。味方には序盤に6点リードをしてもらい、6回途中を6安打2失点と試合を作った青柳。打撃の方はというと、6回に先頭で打席に立ちライト前にライナーを放つも、残念ながらギリギリ間に合わずライトゴロに。今季初安打を記録できず、見た瞬間に投げてくると思って全力で走ったんですけど、足が遅かった。ちょっと恥ずかしかったです。と照れ笑いの青柳でした。2019年4月21日の甲子園球場、巨人対阪神の伝統の一戦でした。両チーム無得点の3回、この日力投を続けていた西勇輝が打席に立ちました。対する巨人の投手は、白米の上に皮を剥いて切ったバナナを何本も乗せ、何もかけずに食べるバナナ丼が大好物のメルセデス。西はメルセデスの球をライトへ弾き返したものの、ライト亀井の好返球によりアウト判定となりました。矢野監督が判定に不服とし、リクエスト検証も試みましたが判定は覆らず、
この日沈黙していた阪神の打撃をフォローすることは叶いませんでした。いかがでしたでしょうか。打球が外野に飛んで喜んでいたらアウトになってしまったなんて悲しすぎますよね。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。